カンナムスパイダーキャンアムスパイダーとは、ボンバルディアレクリエーショナルプロダクツが製造をする三輪モーターサイクルで、日本では BRP ジャパン株式会社が販売している。誕生は2007年2月。スノーモービルと同じように全二輪、5一輪の構造で ATV シャーシを採用している。ロードスターとは言うものの、分類的にはトライクである。 2007年10月までにおよそ2500台販売。さらに2009年5月までに12500台が製造され、そのうち9932台が米国で販売された。購入者の約21%が女性で、約27%のオーナーが過去に二輪車を所有した経験がない。2015年、米国ミズーリ州。 スプリングフィールドで開催された毎年恒例のスパイダーフェストには10万台のスパイダーが集まるなどコミュニティが非常に強い。スパイダーはトラクション、スタビリティコントロール、アンチロックブレーキシステムなど高度な自動車テクノロジーを装備する。日本では二輪免許ではなく普通免許で運転できる。他、車庫照明も必要ない。ブレーキはフロント及びリアともに 同じフットペダルで操作可能。また交代ギア、パワーステアリング、電子制御式トランスミッションを装備。フロントフードの下には、ラゲッジスペース、その他収納や別売りのアクセサリーも豊富。カンナムスパイダー F3 スパイダーには4つのタイプがある。ありがとうございます。